フルタン工業協議大阪です。五老星と麦わらの一味がどうマッチアップするのか。ナス次郎とゾロの鬼徹対決とか、ナス次郎とブルックの冷やす剣の骨人間対決とか、いろんな可能性が考えられるんですけど、最新話から見えてきた一つの対戦カードが、ゾロ対ウォーキュリー星です。その話も込みで、こう、救済期間やからこそ最新話をじっくり楽しめるんで、1111話で一本の動画にするほどでもないけど無視できない面白い要素を詰め込んでる動画になります。五老星以外の話もストーリーの流れに沿って4個ぐらい話しますんで、緩めに聞いてください。いきます。まず見逃せないところ、ルフィが二課の能力で野球をしましたよね。もう何回目かってなる頃ですけど、これはいつものようにトムジェリーのカートゥーンから引用されてます。で、背番号というか、ヘルメットとバットに56番っていう番号が書かれてます。もちろんルフィといえばゴムなんで56が書かれてるわけなんですけど、ここに小ネタが忍ばされてます。野球で56番といえば、ある選手が連想されます。それが野球漫画、メジャーの主人公の背番号、56番。メジャー大好きな友達に電話して、メジャーで背番号56番の時のチームといえば何って聞くと、ホーネッツじゃないって言ってました。ホーネッツっていうのはインディアナホーネッツのことです。ルフィが打ち返したのは猛毒ですよね。ホーネッツイコールスズメバチ。レイジの技でも桃色毒矢って書いてピンクホーネットって技がありましたけど、スズメバチといえば猛毒ですよね。さらにインディアナホーネッツのインディアナイコールインディアンのことで、最初にドンドットットが出てきた空島。特にシャンディアの人々はインディアンがモデルになってます。元ネタとされる創造と幻想の不思議な世界って本の中でも西インド諸島の人物でインディアン。ニカとかジョイボーイにはインディアンのイメージがある。だからこそインディアナのニカが56番を背負うなら打ち返すものは猛毒になってるんだと思います。ただ単にカートゥーンっぽく野球をしてるんじゃなくてこういう小ネタが忍ばされてる。じゃあ果たして小田先生がメジャーを使ってるのか、知ってるのか。そんなこと小田先生に聞かないとわからないってこともなくて、それを確かめる方法があります。ワノ国編を読めばわかります。久しぶりにこれ動画で話しますけど、ワノ国編は日本の作品、演劇、番組の要素が散りばめられてる。そこにはある規則性があって、公開年、連載開始年が重要です。例えばゴジラの主作は1954年、954話を見てみるとゴジラみたいなナンバーズが初登場。ゴジラは水爆実験の放射能を浴びて変貌した怪獣。ナンバーズもパンクハザードの研究から生まれた怪物。子供たちがあれ何って怯えてる感じもかなり初作のゴジラっぽいところです。969話はタイトルバカ殿。バカ殿といえば志村健のバカ殿で、そこから名前が取られてるでしょう。バカ殿が初めて出てきたのは8時だよ全員集合っていう番組の中です。全員集合が始まったのは1969年、だから969話がバカ殿。ドラゴンボールは1984年スタート。984話のタイトルは僕のバイブル。ドラゴンボールは小田先生のバイブルなんでしょう。こんな感じで、ある特定の日本の作品が始まった年とか、発表された年と話数が合致するっていうのを一部抜粋しました。メジャーは何年かというと、1994年連載開始です。じゃあ994話を見てみると、ヤマトが野球してますね。バッティングヤマト。もう一つルフィはというと、セリフは一箇所だけ。カイドウをぶっ飛ばしてんだ。知ってる人は知ってると思うけど、メジャーでは高校時代の大きなエピソードが、ある高校に勝ちたい。それに向かって頑張るんですけど、その高校の名前が、海道学園高等学校。通称海道なんですよね。だから994話でも海道をぶっ飛ばしてんだ発言がある。ヤマトとルフィでメジャー要素がこういう風に落とし込まれてるんで、最新話のインディアナホーネッツもかかってると思います。これ、ワノ国の全話にあると思ってて、もし自分が好きな作品がワンピースに使われてるかなって思ったら、この調べ方してみると面白いと思います。で、なんかもし見つけて、あ、こここれですよねってあったら教えてほしいです。はい、次はタイトルにもなってる太陽の盾ですね。ここから五老星の話に繋がっていきます。太陽の盾はドリブロが出した技名というか、防御技名で、スバーリンと読み仮名が振られてます。スバリンって何かっていうと、北欧神話に登場する盾です。その次に続く技名がスキールダで、スキールダはデンマーク語とかアイスランド語のスキルダ、スキルダ。要はシールドってことです。北欧神話の技名に続くから北欧の言語が使われている。
太陽の盾スバリンについてはこんな風に記されてます。スバリンと呼ばれしは太陽の前に立ちし者、輝く神の前に立つ盾、山も波も燃え上がるであろうと私は知っている。もしその盾がそこから落ちてしまえば。この一節しか記述がないほどマイナーな北欧神話用語が使われています。まずは太陽の前、輝く神の前に立ってるのが太陽の神ニカの前に立ってることで合致してて、その先に続く文章、山も波も燃え上がる、おそらくこれも落とし込まれてて、まず相手は巨大イノシシのウォーキュリー星、こいつの方向で島が波打ってました。巨大イノシシといえばワンピースでは山の神として登場してます。そもそも日本神話でのエピソードからあのイノシシが山の神になってて、もののけ姫とかでも使われてるイメージですよね。おっぽと主。だから必然的にも巨大イノシシのウォーキュリー星には山のイメージがあると思います。山も波も燃え上がる。闇で波のやつ、なんか爆発して燃え上がってましたね。こんな風にまずは北欧神話から落とし込まれてるんですけど、さらにこのドリブロの盾のデザインって昔から変わってないんですけど、もしかしたらこうなんじゃないですかね。まずドリは漢字の3で3、太陽、太陽の盾になってる。じゃあブロギーの方は SUN、 3を当て込んだデザイン、こんな風になってるのかなと思います。やとしたら太陽の盾が出るのはかなり前から計画されてたのかなとも思わされますね。あと盾といえばサイファーポール、イージスゼロ、イージスイコール盾です。同じ回の中でドリーの太陽の盾と同じように3本ラインが入ったルッチも3の盾ってことなんですかね。でやっとここで放棄に触れたいんですけど、まあエッグヘッド編じゃないにしてもおそらくゾロとぶつかるところが書かれるんじゃないかと思ってて、五老星の能力は初期から固まってたと思います。で、ゾロは地獄キャラ。そんな地獄のゾロの技を見返してみると、牛鬼夕爪。これが牛鬼のサタン。馬鬼。これが馬骨のナスジロウ。ヤッコウドリ。ヤクをもたらす鳥。いつまで。サンドワームのワームは虫っていう言葉以前に、ワイヤームっていう竜のイメージがあって、それが竜巻。牛鬼が筆頭ですけど、それぞれに当てはまる技名がゾロから出てるのに、放棄に対応するような技が一つも出てないんですよね。これが本人に対して使われるんじゃないかと思ってます。ゾロはエンマを持ってて、そこにはおでんの気配が乗ってるようです。エンマで切り伏したものといえば、山の神、巨大イノシシですよね。だからゾロは放棄とぶつかるときに、おでん二刀流桃源白滝を使うと思います。もちろんゾロ自身は直接目にしてないから知らんと思うけど、エンマの意思を通じてあの時巨大イノシシに放った桃源白滝を使う。ゾロの対戦相手は今までほとんどが刃物を使う敵なんで、もちろんナスジロウとぶつかる可能性も十分あると思うんですけど、このウォーキュリーの牙が刃物に変わったところが見逃せなくて、ここからもゾロ対ウォーキュリーの可能性をさらに感じました。あとまた話変わりますけど、これも面白くてあんまり誰も触れてないと思うけど、ジンベイですね。ルッチに攻撃する前に悪いなロブルッチって言って若干のためらいが感じられます。これはもしかしたらフーズフーとの関わりでジンベイの心情が動いてたからかなと思います。元 CP9 のフーズフーがたった一度のミスで苦労した、任務を失敗したからめっちゃ苦労したって話を聞いてたから、悪いなロブルッチ、恨みはないが苦労してくれみたいな意味の悪いなロブルッチなのかなと思います。あとそこで魚人空手5000枚ガール手刀って技を出しましたよね。もちろん空手の手刀なんですけど、まずゾロが剣士なんでゾロを担ぎながらのシーンに合う刀の技なのと、ここでは攻撃というよりこの道を通りたいから使われてるんで、ちょっとすいませんみたいな、日本人が人混み通る時の手刀を切る動作もかかってたら面白いかと思いました。すまんねロブルッチ通りますみたいなのをこんな迫力でやってるのが面白い。あとはキザルくんですか。一応キザル応援チャンネルではあるんで触れておきたいんですけど、軍艦で寝転んでて、傷を見せてください、手当てをって言われて、傷ならある、深い傷が、もう休ませてくれ。これは 100% 心の傷のことを言ってますよね。ベガパンクを筆頭に、旧友に対しての心の傷でしょう。過去にもクロコダイルでこんなシーンがあったように、キザルもそう。ルフィが軍艦に放り投げてキザルが休むことができてるんで、ある意味解放してあげてるんですよね。結果的にクロコダイルをアラバスタから剥がして、結果的にインペルダウンからも脱獄させて解放してたり、
ルフィは敵も解放するんですね。はい、そんな感じですね。話しときたかったというか、拾っておきたかった内容でした。ちょっとおまけ思いつかなかったんで、今回なしですいません。以上です。